今日は可愛い犬の紹介をするね。今犬とか猫とかが意外に流行っているんだよね。そんでもって動物たちを捨てるなんて行為をしないために愛護団体が入念な調査を行っているらしい。その結果で捨て犬や捨て猫の数が激変しているんだよね。私も犬とか猫とかペットとして飼ったら最後まで上手に育ててあげるんだ。ペットの遠い生き物を飼うってことは命を飼ったことにもなるんだよね。だから責任者となるのは飼った本人にあるんだよね。面倒も餌やりも全部ペットがやるわけではない。それこそが飼った本人自らで行うことになるんだ。ペット一人で何でもできると思ったら大間違いだ。こなせるところはこなせさせて、無理がありそうなところは飼い主がやってあげるんだよね。動物に愛することも大切だよ。せっかく飼ったんだから動物は最後まで愛しようね。動物とて飼われた人間がどんなやつなんて全く把握できてない。元い始めている変質者の似顔絵にしか見えないのさ。だからお互い慣れていくことをしっかり学んだ方がいいのさ。少しずつでもいいから慣れていくようにしようね。動物がお外に出たがっていたらなるべくお外に連れて行ってあげようね。散歩範囲は近所の土手か直城さんの庭か、綱吉の部屋か学校のグラウンドか山梨県をおすすめするよ。ペットが満足するまで散歩しようね。ペットが途中で襲いかかってきたら、経験値を得るために狩るわけねえだろ。そんでもって夜の餌はなるべく豪華でデリシャスなものを与えましょう。そう、動物をブクブク太らせるのはいいことなわけねえだろ。そんなことは置いといて、動物と一緒に寝ましょう。朝、足跡がついていたり、爪で引っかかれていても知らないよそんなこと。あと、メールを送信できません、と迷惑メールを810件送ってくるフラチな輩は後でアマゾンタワー108回ランニングの刑と風鈴陣の刑に処すからね。覚悟ができなかったら、もう人間やめてもらうからね。ところでさ、動物愛護団体が最近動物を保護する権力の低下に周りからは、やる気があるのかないのか一向にわからない、とのクレームがその辺を飛び交っているから、注意しなよ。あと、3丁目の木村さんが一輪車こぎながらセミラーメンとかけそば持って、食べながら突っ込んだ先が近所のゲーセンで、間違って太鼓のゲームに打ち勝って、黒バラをフルコンボしたらしいよ。決まりだー。あー、猫か猫か、いいなー。あんな可愛い動物なんてそうそう簡単に飼うことなんてできやしないだろうな。いや、待てよ、姉さんなら飼ってくれるかも。ねえ、姉さん、ちょっと用があるんだけど。よう、一体何かしらね。私ね、ペットが欲しくなったんだ。ねえ、いいでしょ、ペット飼ったって。ペットを？ちょ、小石、ペットを飼うなんてことをどこから知ったのよ。うちにはそんなの不要でしょ。私は欲しくなっちゃったんだよ。だから姉さんのお金で買っておくれよ。ダメに決まってるでしょうが。それにペット欲しいってんなら、綺麗殿にいる動物名をペットすらいいじゃない。それだとお金かからないでしょ。私は買っての庭のやつがいいんだよ。ほら、姉さん買ってくんなきゃ、小石、あなたの命を頂戴しちゃうからね。たとえ大切な家族ってものがあったとしてものね。私を怖がらせようなんてことははっきり言って無駄よ。諦めなさい小石。ダム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 ペットになります。そんなこと言わないでくださいよ。私、傷ついちゃいますよ。私は小石さんが大好きで、小石さんのペットになれるかなと思って、この猫耳を買った次第。こんな扱いを受けるだなんてどんな教育をなされたんですか。私の小石さんはこんなことは絶対にしません。即してこれをおやめくださいな。小石さん、ペットは大切にするものでしょうね。ならば愛人を大切にするのも一緒ですよね。それなのになんで私という愛人を賢く愛さないんですか。おかしいですよ、小石さん。小石さんなら愛してくれるはずなのに。小石さんの気持ちを知りたい感じです。気になります。何を考えているか、すごく気になります。覗きたい。でも覗くことなんてできない。そんな気持ちがあるから私は毎日あなたを気にしていた。なのになんでこんな扱いを受けるなんて。でも嬉しい。小石さんに抱きつくされるのがたまらない。もっと
スラグにはこうするしか他にありません。私はペットです。お願いですからしてください。あなたも飼い主だし、あなたに可愛がられたい。そんな気持ちがいっぱいあります。お願いです。無理は言いませんが、必ずお約束をしてください。無理をすることは許されませんし、強制的ですので。それも小石さんの愛を確かめる診断なのですから。小石さん、素直な気持ちになり、純粋な心にしておいてください。そうすれば小石さんも本来のことが分かっていくようになるからです。そう、嫌がるはずではないところで何を嫌がっていたか。そんな不要なシーンは完全にフェードアウトさせてしまいましょう。これは小石さんの愛するペットの私からの願望です。お願い。